じゃあ見て回ってみようと思います。こんにちは。こんにちは。こんにちは。冒険した文庫を失うものもあったりして、はい、失う、すごい、そうか、冒険ハートになる。今日はなんとマヤ元旦、元旦、かぼちゃの仮装で、はい、パンプキンマンです。パンプキンマンって言うんですね。はい、パンプキンマンです。自己紹介ありがとうございます、はい。こちらのコーナーでは何をされてるんですか？明治安田生命でペット保険と、あと大人の乗り屋教室の案内をしております。はい、こういう寝る家を、はい、やってみんなで応募してもらうっていう大人の、立ち並みといいますか、それやっております。いいですね。もしよかったらね、これを家持って帰ってもらって、来月また持ってきてもらう応募ができますよ。応募ってどこに応募するんですかね？はい、明治安田生命 の、 はい、ページから応募ができるようになってるんですけれども、全国 で、はい、優秀賞にはいろんな景品だとかそういったものも準備しておりますので、ぜひ皆さん振るってご参加いただけたらなと。あとこちらのお菓子だったりするのは、これは僕ハロウィンなので、お子さんがあの言葉を言ってもらえるとお菓子をプレゼントしております。あの言葉ですね。はい、あの、はい、言葉です。あの言葉、この言葉、ダブルチャンスとかも、もうお子様限定。はい、お子様限定でございます。あ、残念です。はい、残念ながら、またぜひお乗りください。はい、ありがとうございます。パンプキンマンさん。はい、パンプキンマンです。ありがとうございました。はい、こんにちは。福すずめさん、はい、チーズケーキ専門店になるんですかね。グルテンフリーのチーズケーキを販売しております。よくグルテンフリーってよく聞きますけれど、どういった小麦を使用しております。小麦、はい、粉物とかを一切使用していないもの、はい、チーズケーキ。じゃあアレルギーとかも安心ですね。そうですね、はい、グルテンの、ね、アレルギーをお持ちの方も多いので、じゃあ誰でも楽しめるんですね。どの商品が一番おすすめだったりしますか？ですね、やはり定番のプレーンは糸島の糸物語というヨーグルトを使っております。へー、有名ですね。ちなみに試食があると書いてあるのですが、いただいてもいいですか？あ、すいません、ありがとうございます。もう見るからにしっとりしてそうないい色ですね。いただきます。チーズの味が濃厚でしっとり滑らかで、すごく美味しいです。いや、口どけがすごくいいです。ありがとうございます。こんにちは、松尾です。いいですかね、行きます。こんにちは、松尾です。花と野菜を売ってます。70過ぎているおばあちゃんですけど、うん、一生懸命頑張って野菜とお花を売っています。よろしくお願いします。ありがとうございます。すごい、いろんな種類の野菜が、そう、主人がみんな作ってます。みんな主人が作ってます。このね、はい、みかんはうちのじゃない。あ、そうなんですね。野菜はね、はい、もうほとんど主人が作ってます。私はただ産む人。うちのお父さんはね、いつもね、病院と仲良しで、いつも入院したかと思うとまた退院、また入院したかと思うと退院。おかげで元気、そう、一生懸命頑張っています。主人が野菜作りをね続けている限り、私もここで一生懸命頑張りたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。ご主人が作って、看板娘が売ってって感じで、だから私もね、ここに来るのがね、はい、楽しみです、うん、みんなね、お客さんがね、待ってあるから、うん、で、やっぱりね、みんなもね、ここにほらお店いっぱい出してあるでしょうが、そやけど、やっぱおばちゃんが休むとね、なんかね、しんとして寂しい。そうだから、おばちゃんがね、元気なうちは一生懸命ここでね、野菜をね、販売したいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。新鮮なお野菜も待ってます。朝倉さんの卵を使ってて、この
濃厚なものが使えプリンとか作れるので、ガチャガチャとかもこれお店にいつも置いてるんですよ。そうなんですね。子供たちが来たら一回ガチャガチャのコインくださいって言ってしに来てるので。あ、じゃあお子さんの常連とかも。そうですそうです。昔はなんか駄菓子屋さんとかが集まるイメージだと、なんかそういうおしゃれね。あったらいいなと思ってですね。こんにちは。こちらクロッフルっていうと、はい、どういうスイーツになるんでしょうか。クロッフルは、はい、クロワッサンとワッフルを掛け合わせたやつで、チョコとかフルーツとかオレオとか乗せて、はい、見た目も食感も楽しめる。はい、サクサクで中もちもちです、はい、どの味が一番人気だとかありますか。一番人気はこのオレオで一番人気です。大きいなのは珍しいですよね。ちょくちょく韓国とかでは見たりとかして流行りなんですか。ちょっと流行ってます、はい。こんにちは、撮影いいですか。大丈夫です。ありがとうございます。こちらフランシュカフェと言います。フランシュカフェ、はい、フランシュってどういった意味。フランス語でカラーの白、真っ白な、イメージで、でその白とお城の見るなのになってるんですけど、はい、雰囲気にぴったりです、ね、ありがとうございます。ワッフル、米粉のワッフル、はい、米粉のワッフルです。こちらにお店があるんですか。ボスにあります。ぜひぜひお待ちしております。ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。撮影いいですか。はい。ありがとうございます。こちらはサラダ。はい。サラダ専門でやってます。一応福岡県内で活動してる、営業してるんですけど。こういうサラダ専門でやってます。これがローストビーフのサラダで、はい、あとは季節によって何種類か、あとスープも販売しています。一番人気というかおすすめのメニューがこれ、はい、ローストビーフのサラダ、はい、みんな大好きですね、はい、サラダスムージーもちょっと気になる。あ、スムージーもサラダ野菜使ってるんで、はい、えぐみがなくて、うん、お子様でも飲めるっていうのは珍しいですよね、はい、美味しそうです。こんにちは、撮影いいですか。ありがとうございます。こちらはスイーツのお店になるんですか。そうですね、キッシュとスイーツとドリンクを置いてます。あ、サイズが可愛い。キッシュ大好きなんですよね。美味しそうです。じゃあベーコンとほうれん草がメインで置いてます。であと季節で変わったものが1種類ですね。今かぼちゃとひき肉です。へー、一番おすすめっていうと今はですねプリンを置いているので、今日はコーヒーのイベントにちなんでコーヒープリンを出したりして、それがおすすめではあります。おいしそうですね。見た目が個性的なものが多いですね。すごい可愛いです。猫だったり、こちらちょっと手に取っていいですか。こちらハロウィン、お化け、ハロウィン、季節物もたくさん置いてあって可愛いですね。一応メロンパンに特化しまして、うちは展開させていただいております。特にプレーンなメロンパンは今日はちょっともう売り切れてしまっておりますけども、各種媒体で紹介していただいた中にホイップクリームが入ったメロンパン、そしてカスタードメロンパン、あとメロンパンをベースにした食パンとかですね、こういうふうないろんなバリエーションに富んだ
商品展開で頑張ってます。通常はどこで販売が行われる？あの本店がですね、糸島市にございまして、はい、前原インターを降りて最初の交差点のところにございますので、うちの、オーナーがメロン、パンは嫌いなんですけど、メロンパンだけが好きっていうオーナーだったんで、まあ、メロンパンに特化しますね、はい。まあ、お手前と言います。はい、基本的にはうちは抹茶とほうじ茶のスイーツと、あとはハンドメイドのアクセサリー。これも一個一個編まれたりしてるんですか？うちのそうですね、山さんとか、はい、すごい、はい、でシェイクも販売してる。そうです、抹茶とほうじ茶の、まあ、スイーツ、ドリンク関係と、はい、みたいな。あ、そうです、そうです、はい、こんにちは。じゃあお芋のお店ということで、あ、焼いたお芋もここで食べられるんですね。そうですね、はい、すごい、いろんな種類が。はい、これはトスで作ってます、夫婦で。はい、自家栽培の、はい、お芋です。全部焼き芋としてこちらで取る。で、これはさつまいもとして好きな種類を好きな分だけ選んでいただいて、量り売りという形でしております。種類は3種類、今日は3種類で、はい、ベニハルカシルクスイート安納芋なんですけど、結構人気で、今ちょっと焼き中です。はい、これが一番人気。どれも人気なんですけど、おすすめしてるのは今の熟成具合で一番甘いシルクスイートをおすすめしてます。一番甘い、はい、そうですね、熟成具合で、はい、今日本日一番甘いですね。熟成させて甘みを出してるので、はい、9月中旬ぐらいで、はい、今焼けた、あ、裏返す時間です。